うまい。今日はね、幼児クラスのあの佐京くんと一緒にやってる子の一人年少の子がいるんですけど、その子のお父さんも結構しっかりされてて、なんかもう上手くなるまではお前はずっと体操着だみたいな感じで。マジっすか。はい。まあなんか親としてはなんかせっかくやってんだからいろんなこう服とか着せたりしたいじゃないですか。はい。だけどそうじゃなくてなんかそういう風に言ってるみたいです。で子供は別にそんなのはどうでもいいと思うんですけど、でもなんかそうやってただ子供さん見ててもちゃんとすごいなんか素直だし元気だし健やかですし、だから厳しくしながらもなんかこう愛情をかけてんのかなみたいな。で先週なんかもうお父さん見に来てて、今日はいなかったんですけど走らせてましたからね、あそこダーって。はいです。いやでも一さんも佐京も見ててすごいあの素直だし、あの順調に健やかな感じですから大丈夫と思います。問題ある子はやっぱちょっと口数が少なかったりとか、ちょっとやっぱそういうのは少しあるなんかあるのかなって思っちゃいますよね。子供さん見れば大体大丈夫かな大丈夫じゃないかなっていうのは。はい。いや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 、さあ切り替えましょう。ちょっとね今日寒くてね体とか動かないですけど集中していきましょう。オーケー、広いとこ、しかも裏の広いとこで受けれた、ナイスプレー。一応あの来年の第4週の日曜日にそこのあの朝鮮学校あるじゃないですか、ジェイソン君の友達、あの知り合いっていうか関連であの